こんにちは。ロシアがスイフトから排除されたというニュースが入りました。スイフトは国際銀行間通信協会のことで、世界中での銀行同士のやり取りを高いレベルで安全化した状態にするサービスを提供する団体のことです。例えば、外国為替やデリバティブ、顧客送金などにおけるメッセージ通信を保護しています。お金のやり取りに信頼ができるシステムが必要です。信頼できる仕組みの通信、それがスイフトなのです。海外からの投資、金利を払うとか、これはスイフトを使うわけなんです。ですから、ロシアにお金を貸してる人、ロシアに売掛金がある人は困ってしまうわけです。このスイフトに関するニュースですよ。では、記事を読みます。産経新聞からです。ロスイフト排除、影響日本にも。原油、小麦価格上昇で値上げ。さらに、ウクライナ侵攻をめぐり、米欧が国際的な決済網の国際銀行間通信協会スイフトからロシアの金融機関を排除するという返り近く後の制裁を決めたことで、昨年後半から値上げが続く身近な製品のさらなる値上げが現実味を帯びてきた。ロシアは原油や小麦などの世界的な輸出国で、追加制裁により今後輸出が滞り、市場価格が上昇する可能性が高まったからだ。ロシアによる軍事侵攻は、約8000キロ離れた日本人の暮らしにも影響を及ぼし始めている。昨年から値上げが相次いでいる主要因は、流行り病からの経済回復に伴う急激な需要の増加だ。特に原油や小麦など穀物価格上昇の影響は大きい。原油は電気料金や物流コスト、包装材など広範囲に影響が及び、穀物も幅広い加工食品に使われる。2月に入ってからも、カップ麺や洗剤など身近な商品の値上げの発表が続いている。需要に供給が追いつかない状況に、激化するウクライナ情勢が追い打ちをかける。資源大国のロシアの動向が不透明の中、原油や穀物の安定供給への懸念が広がり、先物市場の価格も上昇傾向が続いている。17日に家庭用食用油の日清サラダ油など23品目で値上げを発表したばかりの日清オイリオグループの担当者も、ウクライナ情勢悪化が食用油の原料である大豆など穀物全般の価格上昇に波及しないか心配していると話す。同社の値上げ発表は令和3年以降で5回目だ。ただでさえ値上げをしても、数ヶ月後には再び値上げする異常事態で、状況のさらなる深刻化に頭を抱える。足元では、ガソリン価格や電気代なども上がり続けており、みずほリサーチ&テクノロジーズの試算では、令和4年は、前年に比べ、平均的な年収の世帯で、約5万4000円の負担増になるという。試算には、ウクライナ情勢の影響もある程度は織り込まれているが、島中由里子エコノミストは、事態の悪化で、負担は、試算を上回る可能性があると指摘。特に、生活必需品の価格が上がっていることから、節約は難しく、低所得者ほど影響は深刻だと話す。岸田文雄政権は、経済の好循環を生み出すため、企業に積極的な賃上げを求めているが、物価上昇に見合うだけの賃上げが実現できなければ、個人消費の落ち込みは必至だ。流行り病からの回復を目指す日本経済の先行きは不透明感を増している。ネットではなんて言ってるのかしら？ネットの反応です。今日、明日、すべてのライフラインが止まるとか、そこまでの逼迫したものではないと思いますが、長期的に穀物や原油価格など一定の影響はあるでしょう。自分の生活にも痛みを伴うことが予想されるが、私にできることはこのぐらいなので、しばらくはロシアの制裁のために高い値段にも耐えます。ウクライナの苦痛を考えれば、経済的影響に与えて西側陣営の連帯を示さなければならない。こんなロシアの暴挙を認めてしまったら、日本の領土も危ない。子孫に祖国日本を残すためにも、今ここで多少の値上げは節約して耐え忍びます。キッシーは、企業には賃上げをうるさく言うが、減税は絶対にしない。ガソリンなんて半分は税金じゃないか、との声が聞かれました。ロシアにスイフト制裁なんてどうってことないという親ロシア派がいますけど、例えると、現金支払いだけのお店で
スイカと T カードで支払えば大丈夫って言ってるってことなんですよ。支払えないですよね。ドル決済が止められたってことなんですよ。ロシアがこれからどういう出方をするのかしら。ではまた新しい情報が入りましたらお知らせします。最近ベツベさんの規制が厳しく、せっかく動画を投稿しても黄色になってしまうことが多いです。チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。